世界の常識となりつつある脱炭素今回は個人投資家が長期的に手堅く稼ぐ脱炭素関連銘柄をご紹介しますこんにちはロジャー堀です、えー、今回はですね脱炭素このですね関連銘柄について、えー、ご説明をしたいと思います、えー、この脱炭素つまりですね えー、温暖化ガスを出すようなです、ねまあ、炭素これをです、ねえーまあ、エネルギーからです、ねえー、徐々に、まあ、除外をしていきまして、まあ、炭素の出さないです、ね、エネルギーを、まあ、今後ですね産業の、えー、軸に据えようということがですね、えーまあ、世界中で今試されています、えーまあ、特にです、ねまあ、ヨーロッパあたりはです、ね、一生懸命この動きをしているんですが、えー、実はアメリカもですねトランプ政権 でではですねなかなかこの、えー、脱炭素ということが言えなかったんですが、まあ、バイデン大統領になってからですねやはりトランプ政権の違いをですね明らかにするということもあって環境問題やこの脱炭素ということに対してですねホワイトハウスはものすすごく力を入れ始めていますそしてですね日本でもまあ安倍内閣から菅内閣に変わりましてですね えーま、菅政権ではやはりこの再生可能エネルギーやです、ねえー、環境ソリューションこういったことをです、ね、どんどん国策としてやっていこうという、ま、政策がですね、えー、明確に打ち出されています。ま株式市場でもです、ね、やはりり国策に売りなしと いうふうに言われるようにですねこの脱炭素関連銘柄はまだまだですねこれから、えー、買われるんじゃないかというふうに、えー、まあ期待がされているところなんですねでただですねこの脱炭素銘柄これはですね今までの環境関連銘柄とどう違うのかというとですねそれほど実は大きな違いはないんですただ、えー、よりですね脱炭素といった時には エネルギーといったところにですね比重が置かれる銘柄選別をですねされやすくなりますですのでこれまでですね再生可能エネルギー関連銘柄とされてきたようなものがですね脱炭素関連銘柄というふうに、まあ、言い換えられているというふうにですね考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますおそらくですね菅政権は、えー、ここしばらくのうちにですね 新しい太陽光発電やです、ね、バイオマスこういった事業へのです、ね、いろんな政策的支援をです、ね、打ち出すんじゃないかなというふうに思われますそこで,です、ね、太陽光発電の関連銘柄やあるいはバイオマス発電こういったものに対してです、ね、どの銘柄がいいのかなというのをいろんなアナリストやです、ね、評論家の人がこれから出してくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、特に えー、バイオマス発電の場合はですね、えー、原料となるまあ、発電の原料となるのがですね、木質チップと言われるものなんですね。この木質チップつまりですね、木の欠片です。で、この木の欠片というのが、えー、日本でですね、やはり 森林国家だというふうにですね言う方もいるぐらい森林面積が非常にですね国土に占める割合が多いそうするとですね木質チップということであればですね、えー、石油とかそういったものとは違ってですね日本国内でその材料が取れるんじゃないかということでこのバイオマス関連のですね発電事業これをですね、えー、やろうという動きが、まあ、日本国内のですね企業でいくつも出てくる。 まあそういったですね動きになっているというふうにご理解いただければいいんじゃないかなと思いますちょっとですね関連銘柄をご紹介していきたいと思いますのでチャットをご覧になってくださいまずですね最初は e ッ e x というですね会社ですこの、e、はですね えー、やはりバイオマス発発電電のでですすねね所を運営している会社です、ね、でこの、ねまあ、E−REX とか、まあ、こういったバイオマス発電所のですね、えー、運営をする場合にですねやはり、えー、これまでの火力発電やですねあるいはまあ原子力発電といったところと比べてですね環境的にいいという要素が重要なのはもちろんなんですけれどもやはり価格とかですね発電量が 本当にキープできるのか、そういったことも非常にですね重要な要素になってくるわけです。でですねここ数年間このバイオマス発電というのは実績やですねいろんなこう試行錯誤を繰り返してきたんですけれども今年に入ってですねやはりこのイーレックスの業績なんかを見ますとバイオマス発電もですねいよいよ実用化が 進んできたんじゃないかな、というふうにですね。実感できるような状況になっている、というふうに思います。実際ですね、イーレックスはですね、三月三日にですね。まあ、業績予想の情報修正を出したりしておりまして。まあ、この二千二十一年のこの株価を見ていただきますと、ですね。まあ、この二月ですね。そして三月。 まあ3月にですね一旦底をつけてからえ徐々に徐々にこう上がっていってですね1回こう調整はしましたがやはり4月になってもですねえ上げ下げを繰り返しながら下値も上値も切り上げていっているとまあそういう動きがですね見れるんじゃないかなというふうに思いますこれはですねまさに投資家にとってもですね政策に売りなしということがですね非常にえ心強いえ動きになっているんじゃないかなというふうにえ思いますね。 それとですね次にあのもう一銘柄バイオマス関連でえご紹介をしたいんですがタクマというですねこれはあの環境プラントとかですねまゴ、あ、ミ処理なんかのですね、えー、機械をやっているような会社なんですがこのタクマもですねバイオマスの発電プラントをやっておりますで、このチャートを見ていただくとですね先ほどのイーレックスとはですね イ、えーレックスよりまたですね一段と株価の動きが大きなまあ、上昇をですね繰り返しているということがわかると思います。でこれまでですねやはりタクマという銘柄どちらかというとま地味なですね、えー、まあ,あのなて言ったらいいでまあ、環境ソリューションというと非常に聞こえはいいんですけれどもまあ、例えばその産業廃棄物のようなですねちょっとこう えー、あまりイメージが良くないようなですね、えー、廃棄物プラントというふうな言われ方をするとでですすねねやはり投資家がついてきづらかったわけです、ね、しかしですねそういった廃棄物関連の銘柄というのがここへ来てですね環境関連という言われ方をしたりあるいは環境関連プラントという言い方をですねされると投資家も非常についてきやすいというそういった展開がまあ続いているわけですね。 でまあこの去年のですね12月あたりから比べるとですね株価移調はどん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 変わってですね、えー、まあ、1000円台のものが今もう2500円を超えているとまあ、そういったようなあ動きになっているというふうに、えー、チャートから見ることができるわけですねまあ、こういった形でですね一つはバイオマス発電このですね日本の森林資源を使った エネルギー政策これがですね一つ将来的には大きなですねエネルギーの自給自足につながるということでですねえ日本の政府も力を入れていくということはまあ間違いないというふうに思いますねつまりこのバイオマス関連のですね企業はまあ中長期的なですね成長が見込めるんじゃないかというふうにえ思いますしかしですね一方で 政策がですね短期的な成果を求められていることも事実なんですねつまりバイオマスのですね発電設備をどん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 日本中に広げるにはですねまだまだ時間が必要ですしかしですねここを短期間でアメリカやですね中国が言うようにえ結果を出すと脱炭素の結果を出すためにはですね太陽光発電のプロジェクトここからですね えー、これにもう一回チャレンジすることはですね、どうしても重要なことになってくると思います。で、この太陽光発電への挑戦、それと同時にですね、えー、風力発電ですね、えー。こちらのですね、えー、まあすでに。 動いているようなもののですね。効率化、こういったものにもですね。どんどん投資をしないと、えー、日本がですね。国際的に約束している脱炭素のですね。量までいかないわけですね。ですから、この二つ、太陽光と風力ということにもですね、えー。日本政府は力を入れていくと思います。で、その時にですね、注目される銘柄をですね。一つ、ちょっと出しておきたいんですが、えー、皆さんもですね、まあ、これ、古い会社ですので。 え売買をされたことがあるかも分かりませんがまあ、日本製工というですね、えー、銘柄ですねこの日本製工というですね会社は えー、実はですねまあ,あの株をやってる方はですね日本製工所という銘柄があったりですね、えー、別の,あの日本製工という会社があったりですね日本製網という会社があったりですね非常にややこしいんですけれども、えー、この日本製工はですね、まあ、自動車の時空系、まあ、ベアリングのですね、えー、関連銘柄、まあ、あ関連銘柄というかですね世界的な大手企業なんですね。しかしかですねこの ベアリングの技術を生かしてですね風車を回転させる時空計今やですねこの風車の時空計の世界的企業に実はなっているのがこの会社なんですね。ですから、えーまあ、これは日本だけでなくですね世界中の風車やはりですね、まあ、日本よりもヨーロッパの方がですね、まあ、風車の技術なんかは進んでいますし風車の設置も進んでいます。 まあもちろん日本でもですね風車の設置進んでいるところもあ,あるんですけれども今、ですねやはり、えー、海の上にですね風車を浮かべてそれでですね海上の、えーまあ、大きなですね風力を使うということがあ、まあ、風力発電のですね新しい技術になってきていますがそういった分野では欧州が非常に強いですね。でこういった え時に使う風力のですね、えー、風車のま時空計これもですね日本製鋼がかなりのシェアで作っていますので、まあ、今後ですね、えー、こういった再生可能エネルギーの普及これにですね日本製鋼が寄与するということも間違いないいいなななんじゃないかなと思いますこの脱炭素関連銘柄のですね一つとして、えー、こういった銘柄も挙げることができるんじゃないかなというふうに思われます。 えー、LINE 登録をしていただきますと、えー、無料のウェブ講座で銘柄選びから売買の仕方まで分かりやすく、えー、解説しておりますのでぜひ、えー、LINE 登録の方もよろしくお願いいたします。